こんにちは、小原です。今週のウィークリーレッスンではスライスボールに悩まれている方へワンポイントアドバイスをさせていただきたいと思います。例えば体が硬い朝一コースに行った時、非常にスライスしやすいですね。また朝一だけではなく、お昼休憩を挟んだ昼午後一、こういった時も非常にスライスというのが大きくなりやすいです。やはり体が固まっていると大きくスライスしやすいわけですが、そもそも根本的な原因というのを解決していかなければ、やはりスライスボールというのは解決されません。スライスする原因というのはたくさんの要素があります。ですが、今回は代表的な1要素についての説明をしていきますので、もしご自分が、私がこれから説明する原因に当てはまるなという方は、ぜひ、改善できるように練習をしていただきたいと思います。それでは具体的にスライスする一つの原因というのを紹介したいと思うんですが、それは一番代表的なもの、皆さんご存知だと思います。アウトサイドインというスイング軌道になっている、これが振り遅れというものを起こしてスライスしやすくさせているわけです。それでは具体的にアウトサイドインというものはどういうものなのかというと、こういうことですね。ターゲットに対してクラブヘッドというのはまっすぐ振り出されるものことが理想なんですが、ターゲットの左の方へ振り抜いてしまうこと、これをアウトサイドインということなんです。そうするとですね、ボールはターゲットの左の方へ打ち出されて、アウトサイドインのスイングというのは非常に振り遅れを起こしやすいです。ですからインパクトの時、フェースが開いて当たってスライスを起こすわけなんですね。ところがこのアウトサイドインを直す時、多くの方が間違いを犯しています。具体的にどういうことかというと、アウトサイドインという結果だけを見つめて、なぜそうなっているのかという根本的な部分を解決せず、手の動きだけでアウトサイドインというものを解決しようとしてしまっている、そういった方がとても多いんです。どういうことかというと、手を後ろからこうやってですね、下ろすような形で、いわゆるループさせるような動きという、専門的に言うとループというような、今のは動きなんですけども、手元を後ろからですね、下ろすような動きを意識することで直そうとされる方がいるんですが、ちょっと皆さん私の今のスイングを見てください。こういう形ですね。何かお気づきでしょうか。このような形で手の動きだけを直そうとされている方は、素振りは良くても本番ではなかなかスイング軌道というものが改善されません。なぜかというと、皆さん私の体の回転度合いというのを見てください。理想的なスイング軌道を取るために必要な体の回転度合いというのは約90度必要です。上半身の捻転がターゲットに対して背中が正対するところまで回転できないと、正しいスイング軌道というものが確保できなくなってしまいます。ですから答えを言うと、アウトサイドインに悩まれている方、もう一度ご自分の体の回転度合いが足りているかどうかというのをチェックしてください。背中がターゲットと正対しているかどうか、これを鏡あるいは客観的に動画などを撮影してですね、今ではスマートフォンあるいはデジタルカメラ、そういったものでご自分のスイングを撮影して、トップオブスイングですね、トップに行った時に背中がターゲットに回っているかどうかというのをチェックしてください。この時にどうしても肩の回転を十分に取れない、苦しいといった方、中にいらっしゃると思うんです。そういった方は腰の回転というものをチェックしてみてください。ベルトのバックル、ベルトをされている方はベルトのバックル、ベルトをされていない方はおへそ、これがターゲットの反対側、斜め45度おへそを回す、腰をしっかり回転させる、これを専門用語でヒップターンと言いますが、腰を一緒に回転しなければ肩の十分な回転度合いというものが確保できません。肩を回転しようと思ってもなかなかできない方というのは、ヒップターンというものを意識して腰を回してあげてみてください。そうすることで、そんなに苦しくなく肩を回転することができるはずです。今回のウィークレッスンをまとめると、アウトサイドインというスイングになっている方、今一度
体が正しく捻転できているか、90度回転できているかというのを確認してみてください。その時どうしても苦しくてできないという方は腰の回転をチェックする。そうすることでダウンスイング、クラブを下ろしてくるときにアウトサイドからではなく正しいスイング軌道でクラブを下ろしやすくなってくるはずです。ぜひアウトサイドインのスイングでスライスを起こしている方、今回の動画を参考にしていただきたいと思います。